どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリーインボーク4月2日佐々木ハイセの誕生日ということで、インボケにもハイセの誕生日記念ガシャが来ています。というわけで早速キャラの詳細の方を見ていきましょう。今回のハイセは女装した時の笹子ですね。潜入捜査佐々木ハイセということで、ステータスは、HP が2000プラス1756からの、攻撃力は500、492の大体500ですね。防御力500プラスされて、1090ということで、アビリティはまあこれといって、珍しいアビリティはないですね。はい、平均的なアビリティなんじゃないかと、よく 見るやつですね。まあ、スキルダメ化は、S マイナス、誰か持ってたかな。で、スキルの方が、大丈夫、可愛いよ、レベル5ということで、一旦の間、ブレイク発生まで、味方全員のアタックポイントプラス4。3ターンの間、味方全員の攻撃力と防御力を2倍。ですね。まあ、アタックポイントを上げるキャラとしては、フェスゲンのサル犬がいるが、このね、3ターンの間、味方全員の攻撃力と防御力を2倍っていうのは結構強力ですね。まあ、アリマの 2.5倍の攻撃力バフよりかは低く、カネキの防御力2倍、2倍じゃない、2.25倍か、防御力よりかも低いんですけど、まあ、そもそもあいつらが高すぎるってだけで、過剰すぎるってだけで、攻撃と防御両方こう2倍っていう高倍率で上げてくれるっていうのはかなり強力で、頼もしいスキルだとは思いますね。で、逃走ステータスの方、まあこっちはね、まだ何とも言えないんだけど、攻撃の速度かな、これは S マイナスで、移動速度が S マイナス、早いね。で、これが射程距離かな、が B で、攻撃対象、何人同時攻撃するかというのが1で、この GS、早くも一番最高ランクの GS、スキルの溜まりやすさですね、これ多分。だよね、このアイコンはスキルの溜まりやすさってことで、逃走スキルが大丈夫、かわいいよ、7秒間、味方全体のガード率をプラス 50% にする。これをポンポン打つことによって、どうなんだろう、俺、逃走って基本、もうガンガン攻撃力上げたり、短期決戦なのかなと思うんだけど、味方を固くして結局時間切れまでもつれ込ませるみたいな戦い方もあるのかな、全く逃走やってないからね、アドバイス的なことは全くできないんだけど、まあ、とりあえず今回は、この笹子をですね、確定枠まで、確保したいと思います、一体ね。で、この笹子を手に入れることによって僕はクインクスの誕生日キャラをやっと全員コンプリートということで、長かったですね。はい、していきましょう。10連3回で確定ですね。まあ、毎度のことながらしっかり150個使わせてくるんだろうなと思います。まあ、ですよね。まあ、まあ、俺、派遣キャラで本当にピックアップ一発いけたの、誰だっけな、古田、いや、なんか前一回引いたよな、俺。さあ、捜査官ということで、ステップ2で出ても、俺は確定枠までもう回すと決めてるんでね。出てしまったか。あれ待って、あ、そうか。待て、俺勘違いしてたわ。これ派遣じゃねえじゃん。プレイアブルキャラじゃん。ってことは、いやでも今まで150個出たよね。危ねえ、びっくりした。俺これステップ5ぐらいまであるのかと思ったら。つか、なんでボイスがついてんだって今一生思ったんだよね。派遣なの。派遣じゃなかった。そうだ、プレイアブルキャラだ。というわけで、これ確定枠だと思うんですけど、本当にこれ確定枠なのかな。今のは確定枠だったりしない？大丈夫だよね。ちょっと喉枯れてるんで、もしかしたら声がおかしいかもしれない。お、2枚ということは、これは笹子2枚なんじゃないか。
これ来てくれた神ぞ。ということで、ササコ確定枠まで回しました。まあ、最後ね、最終ステップ確定ステップでは助走した佐々木敗成、誕生日敗成がですね2体、排出されたということで、とても嬉しい限りではあります。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。